えー、まず第一ペテロの手紙の大きな主題は「神の誠の恵み」ということでしたでその2つの「愛する者たち」という呼びかけで中身を3つに分けることができます、えー、第1の部分がこの1章の3節から2章10節までの中で、えー、まずその中の3節から12節で「神の誠の恵みの実態」と。 ということで、一つは新しく生まれ変わらせられる恵みとそして第2は神の道からに守られる恵み第三はキリストの栄光に預かる恵みとまあイエス様の用意された救いはブチギりではなくて私たちの罪を許すだけでなくさらに私たちをキリストの姿と同じように、えー 神の身近に守り、そしてついにはキリストの再臨によって完成してくださる、まあ、一貫したその救いを私たちに用意しておられると。で第2番目はこの一章の13節から25節の中でこの神様のまことの恵みの実質または私たちが受けた恵みを徹底していくということでキーワードは「 この1章の章、えー、節16節ですご一緒に読んでみましょう、はい。むしろあなた方を召された聖なる方にならいあなた方自身生活のすべてにおいて聖なる者となりなさいあなた方は聖なる者でなければならない私が聖だからであると書いてあるからです。まあずばこの神の誠の恵みを徹底させる。 またあその注がれた恵みの実質というのはここで「聖なるものとされなさい」と書いてますね。で最初の序論でもまたあの梶川先生が二学期の初めの言葉として、えー、ヘブルシの六章一節を引かれて「成熟を目指す」と。 あの言葉は文語訳では「完全」というふうに用いられておりました、まあ、しかし「完全」という言葉はまあ誤解を生む言葉ですね。えー、一つの「誤解は」はその「完全」を高く見過ぎて「神のようになる「えー、見つかいのうになるもう欠点弱点もなくなる、まあ、これは「完全」 その完全という言葉を高く見すぎるわけで,すで、一方においてこの完全ということを低く見すぎる見方があります。人間だからそう言われてもなれないという。もう初めからお手上げということで、人間はあの？記憶なりなさいって言って言われても記憶なれないという。 評価ですねで、えー、ある方々は、えー、だから心の中の葛藤をいつでも善と悪の葛藤をしていかなきゃいけないと、えー、ですからクリスチャン生活はあなんとかその葛藤をしながら勝っていく生活だと,というような見方もあるわけですえけれども聖書が言ってる限りね 神様が私が聖であるからあなた方も聖なる者になりなさいと言われているわけですからえ聖書の中で神様が霊感された言葉として聖なる者になりなさいと言ってる以上はなら,ならなければならないわけですよね。ということはでは本当の意味で完全ということはどういうことかというとテレイオスというギリシャ語が。 紹介されれたよううにここは十分成長していいるということですねだから完璧という意味ではなくてそれは純粋純潔透き通っているすなわち二心ではない神様と自分と人間の情欲と神様とこの世のスピリットと神様という二股また欠けているんではなくて一つ心であると純粋 純真という意味において私たちは神様を迎えている限りにおいてだから、えー、神様の標準において私たちはあ透き通った心を一つ心のものになっているとまあもう一つは、えー、イエス・キリストのあがないのゆえにこの完全は常にキリストと共にあるということですね。 ですから私たちがキリストにある限りにおいて私たちはこの神様の徹底した恵みに預かることができるということができます。でレジュメにありますようにこの「清くありなさい」ということはまあ最高の神様の用意された恵みを表しているということですね。またたキリスト社と清めといいう面において私たちは ですからクリスチャンになったということで、えー、低く見過ぎる人はクリスチャンになったけれども人間は人間なので、えー、決してもう清くなることはできないと低く見過ぎているまたある方々はいや,いや,いや人間だから神様にはなれないと言って、まあ、清めということをあまり受け入れないという人もいるわけですね。でも、 聖書があくまでこうして「えー、清くなりなさい」と言ってる限りは私たち清くなっていく必要があるわけで,すよ、ね、ではその意味は何か今先ほど言いましたように何でないか絶対的な完全ではない。 また無罪の完全、まあ、絶対的完全っていったら神様のようになると。で、えー、無罪の完全ということは英語で「 センレスパーフェクションと言いますけど、私たちは、えー、一旦もう神様に許していただいたああ限り罪は犯さないというようなああ主張があるんですよ。でもそれはああ問題がありますね。ということは。 私たちが人間である限りにおいてそういう意味において絶対的な完全はできないそして人間ですから欠点弱点弱もあるだから思い違いをしたり考え違いをしたりちょっと間違った行いをしてしまうということもありうるわけです。だからら無罪罪のの完全一度もううクリスチャーにななったはは犯さないっていうのは ちょっとととここれはあり得ないということですよね、えー、また天使になってしまうというのでもありません、えー、判断の誤りがもうないというようなことでもありません。まあ、これは誤解ですよねでは何であるか、まあ、神様が用意してくださった最高の恵みであるまたこの全てのクリスチャンへの 神様の要求であるとっていうのは私が聖であるからあなた方も聖なるものになりなさい。ね いいいいあなたですね、holy、あなたは清くなりなさい。For. なぜなら「I am holy」神様が聖なるお方であるからまあ神様がイエス・キリストのあがないを通して、えー、私たちにそのような最高の恵みを用意しておられるということなんですね。だから救いが賜物として 罪を悔い改めてイエス・キリストを受け入れることによって、えー、救いを賜物として私たちはいただきますよねだから清めも同じようにイエス・キリストを通して神の最高の恵みとして私たちに賜物として与えてくださるということですまたいわゆる私たちがあ何を受けたのか 第一に私たちはイエス・キリストにあって新しく生まれさせていただいたそして神の道からに守られるという恵みをいただいた、ね、そしてキリストの栄光にまで 至るといいいう恵みをいただいてますですからあくまで私たちはキリストの贖いの中にこの神の身近に守られてキリストの栄光にまで至るという意味において私たちはイエス・キリストの素晴らしい恵みの中で私たちが受け取ることができるキリストを通していただける恵みであると。 どんなに努力して清めを獲得するのではなくてあくまでイエス・キリストを通して私たちに賜物として与えられる恵みであるということですね。こ、ま、こ、あ、これがここで言う清めということでありますではレジュメの8ページにじゃあズバリ清めとは何だろうかそれは3つの言葉で書かれていますね。清めというのは第一に 性別英語で「セパレート」と言いますけどもまあ私はあの万年筆マニア <laughs> あのおおまたはボールペンですけどもあの、えー、万年筆だったらあの日本製だったら、まあ、パイロットとかプラチナとありますけども。 えー、ただ、えー、それ一本だけじゃなくて、あのうフト中ジオ、再ジオってのあるでしょ。えー、ですから同じ、ま、万年筆であってもパイロットでも太トジ中ジオ、再ジオということで三種類あります。えー、しかも、えー、外国のものでモンブラン、まあ私愛用してますけど、あのー、モンブラン、モンブランも太トジ中ジオ、再ジオってのがあります。えー、ウォーターマンという。 のもあります。それからあのパーカーっていうのもあります。パーカーも、えー、太字を中字を最地を。まあですから、えー、私の、えー、まあ、机の上にはですね、まあ、そのようにそれぞれ種類に従って何種類か持ってます。で、お店にあるペンは私のものじゃないですよね。それを奪ったら盗むことになります。でも代価を払ってお店にあったものを 自分のものもにしたということは今まではお店に属していたけど今度は私に属してるわけですね。これを性別と言います。セパレートする今まではお店だったけど今私は代価を払って自分のものになった。だから清められるということは今までイエス様を通して。 離れていた神様と離れていた私が神様の側につくようになったと結婚もそうですねまあご夫婦お子さんもいらっしゃるわけですけど一人の場合にはえ何人かのお友達女性のお友達がおられたと思いますでもある機会を通して特定の女性と自分が心を一つにしていくわけですね。やがて 結婚します。そうすると今までのいわゆる異性の関係のようなものではないわけですもう1、対1になるわけですね。ですから結婚式の時にあの制約っていうのがあって、えー、あなたはあ男性に。 あなたはここれからこの女性を妻としてめとってっそして健やかな時も病気の時もまた豊かな時も貧しい時もどんな時でも心から愛して妻として向かいますかって聞きますで「はいそのように誓います」で女性に対してもあなたはこれからこの男性に嫁いでどんな時でも愛を表して従っていきますか。 ということで誓って2人が結婚しますで、結婚しないときは複数の方とお付き合いはできますけど結婚した以上は特定の人1人だけお互いですよねそういう意味において私たちはセパレートするそれぞれの相手のものとなるということですよねまあそういう意味においてこれは立場上ですよね 立場というのは2人が結婚式を挙げたからといってでは完全なあ夫婦になったかというとそうではないわけですよね。まあ、私もあの生まれは福島県、えー、田舎ですですからあ朝食は大体いいご飯納豆お味噌汁干物のなんという。 それで漬物がつくわけですで家内は神戸出身ですで、えー、父親があその先生をしておりました、まあ、そういう中であのどちらかというと洋風でパンしかもパンもですねブレッド・ゥン・バターというねちょっとしゃれた <laughs> バタつきパンというようなトーストしてそれで紅茶、ね、ロイヤル・ミルクティーというようなねまあそういうことでそれでサラダがついてという食生活です。 で結婚しましまたねで栃木県の大田原というところに、まあ、開拓伝道あの始まってました、まあ、そして毎月のお収入があ結婚して、まあ、5,000円ということでいろんなやりくりをしていく中でまあ,あの私としては、まあ、自然朝と言ったらご飯と納豆と味噌汁。でも金井にとっては あ朝って言ったらブレッド・バターとロイヤル・ミルクティーというようなことでね、えー、まあ生活の習慣の違いですからもう家内は何の苦心もしないでブレッド・バターロイヤル・ミルクティーってこう出るわけです。で私はちょっと3日ぐらい我慢して、まあ、食べてで明日はあの納豆ご飯にできるって言ったら「はい」って返事は。 きれいなんですけど人間の習慣ってのが面白いんですねあ、やっぱりブレッドンバターが出ちゃうわけです <laughs> それであ、そうですねあなたはやっぱり納豆ご飯が欲しいんですねって言ってようやく5日目になって出るわけですそして6日目はまたブレッドンバターになるわけ <laughs> そこで私はね喧嘩するわけにいかんのであのあ、の、私がパンを好きになればいいということで 努力してパンを好きになったわけですえそうしたら「あ本当はあなたはあの納豆ご飯がいいんですね」っていうようなことで一日おきにこう交代で食べるようになってきてまあ今日私はもう結婚して63年も迎えておりますのでもう一日交代じゃなくてあの。 パンを原則食べながら、えー、そのパンにね納豆をかけて食べるという <laughs> そういうふうに調整されてまいりましたね。まああのー、初めはそういうふうな苦心がありましたけども、今は全くうまく調合しております。で、何が言いたいかというと、結局清められるということは、あのー、結婚式をあげたら。 完全な夫婦になるっていうわけではないでも立場上は法律上完璧な夫婦ですですよねだから清めって言ったときにと言ったときに第一番目にそういう立場上で私たちはもうこの世のものではない悪魔のものではない イエス・キリストのあがないによって神様の側についたものであるということにおいて私たちは清められているという第一番目性別という意味ですね。で第二番目にこの清めっていうのはレジュメにもありますように洗い清める清浄そして、まあ、純粋。 または純潔、混じり気がない、えー。アブラハムが神様から創世紀の17章の一節で「私は全能の神である」「あなたは私の前を歩んで完全なものになりなさい」「完全であれ」と言われてますね。であの「完全」という言葉の意味は「一つ心のものになる」 純粋になるとということですね立場上だけでなくて実質的に清いものになるということねピュアピュア純粋なものになるそして第三番目にまあ清めということは まあ夫婦が結婚式を挙げてそれぞれの年数を重ねてくるともうお互いがお互いを受け入れ合ってこの一体化してくるわけですねですからちょっとした仕草であ何が欲しいのかなこうしたいのかなということがもう分かってくるわけなんですよね。そういういい意味においてえ所属 まあ、今日も「シップの中であのイエス様は主であるで私は主のものである主の民であるで、えー、イエス様から私たちも「私のもの」と言ってください私たちもイエス様を「私のもの」と言うことができます。これはイエス様に所属したということですよね。 そのののイエス様のものに所属したと同時に10万本当にこのイエス様100%で心に迎えていると。であの私の孫に2人いますけども今は上が高3下が中2でありますがあの2人とも小学校4年生の時にそれぞれ バプテスマを受けたんですがまあ2番目のお名前が「ユートという名前なんですけどこの彼らが行っている教会の先生はもし自分の身内に牧師がいたならば、あのー、その身内にいる牧師の人にバプテスマを授けてもらっていいという寛容な先生なもんですから私は招かれてその教会に行って。 そして礼拝をしてその礼拝のあとこの講壇の上に水槽があってそしてバプテスマを授けることになったんですね。で、えー、私はこの言うと「これからバプテスマをします」と。バプテスマっていうのは2つの意味があると。えー、1つはイエス様が十字架に死なれたという意味において水の中に全身を浸すことによって死を意味すると。 「長く入れておこうか」って言ったら「やめて」って言われましたけどそれから2番目は「自ら引き上げる」これはキリストの復活を意味するとところで言うと「あなたはイエス様を迎える」って言うけど何パーセントぐらい迎えるのって聞いたら「イエス様100%」って言ったから「あそれはいい返事ですよ」もうちょっと大きい声で」はい」。 イエス様と大きく声で「イエス様100%」言ったらもう前回週がすごい拍手してですねあの喜んでくれたんですけどその次の日から私が目覚めるとイエス様が「私何%?」って聞くんですよ。え まあ、ずっとそれ以来ですね今日も、まあ、今朝もですねイエス様があの私を目覚めると「私何%?」パーセントっていうか「イエス様 100%!」って私も答えて今日も来たわけなんですけどまあそのように10万私たちの中にイエス様が満ちてくださるまあこれを清めの技として私たちに適応してくださるのは精霊によってということですよね。 ですからあのヨハネの3章3節では精霊によって生まれ変わるガラテアエペソの5章18節では精霊に満たされなさいということで精霊によって満たされることそしてガラテア書の6章15節では見たまによって歩きなさいということで私たちの全てのクリスチャン生活は精霊との関わりの中でも見ることができるわけ。まあ 聖霊によってということとキリストによってということはほとんど同じ意味ですよねだから聖霊に満たされるということはキリストに満たされるということですね、まあ、そのようにして、えー、意味としてはね性別性情または純潔所属十万ということで見ることができますでレジメにありますように D 清めの必要それは何といってもですねこの ペテロの手紙の中で引用されております一章のこの15節16節特に16節の「あなた方は聖なる者でなければならない私が聖だからである」という言葉はレビキの11章の45節から引用されているわけです。神様がが自ら私が聖 であるからあなた方も聖なるものでなければならないと神様が言われておるんですからこれは至上命令ですよね絶対に必要ですもう一つはローマ書の7章24節ローマ書7章24節まあ、ここでパウロ先生がですね自分の魂の中の葛藤を書いていますまあ ーロマン書というのはまず罪悪論いかに一生では神様を信じていない人たち違法人の人々の罪というものが知性が暗くなり愛情が乱れ意志が弱くなっているでは二章においてパウロ先生はユダヤ人たちは神を信じていたけれども実績になっていなかった。 偽善者になっていた分かってるけれどもそうやっていなかったという「偽善者」ということが罪の内容。三章に行って結局全人類が罪人である全ての口が塞がれる神の前には誰も義とされることはないというのがまず「ロマン書」の流れですね。で2番目に三章の後半から「しかし」といしかし」と言って。 イエス・キリストを通して罪ある者が信仰によって罪なき者と認められるという信仰義人がやっていきますねそしてその5章の中で神様を喜びそして素晴らしい祝福の生活に入ったところが6章7章にロマンをやってくると特に7章の中でパウロは私の中に戦いがあると。 でクリスチャンになったから当然神様を喜ばせようと思うところが心の中にそれに対抗するものが起こってきているそれで結果的に見るとその自分が本来神様に喜ばれようと思って神様に従おうと思っているのに心の中の逆周してきたその罪のもと罪の原則これが勝ってしまうということで。 えー、パウロはロマ書の7章の24節の中に「私は本当に惨めな人間です」誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかまあ彼は悩んでるわけですね。で死の体という表現が出てますが実はその当時ですね死刑という,うその 形が何種類かありましたね一つはあのいわゆる石投げでもってい殺される二番目は三の鞭で、えー、その無知ちの中でなんで三十九回かっていうともう四十回やったらそれで断切れる。だからほとんどお死ぬという状態で無知、えー、をやめるそれで結局は 苦しんで死ぬとで、えー、3番目の方法がですねこの十字架の処刑、まあ、これは普通の市民権を持っている人がその死刑を十字架刑を受けることはなかったんですねこれはよほどの罪を犯してないと奴隷のようなそういう人たちが死刑を受けた形です。で4番目はですねこれはここで言う死の体と言われているのは これから処刑される人が何日か前に行きずりで亡くなってもうどこの誰かわからないどんな病気で死んだかもわからないというようなもう半分腐れ始めている体と死刑にされる人が裸にされて弱いつけられるんですよ。それはもう気持ち悪いですよね痛くもない。 でも気持ち悪いですねやがてその死体があ犯されていてその同じばい菌が入ってきてその人が死んでいくもうひとたびそのようにしてその4番目の死刑の方法で弱いつけられたらもうどうすることもできないですね、まあ、それをこの死の体というふうに、えー、パウロはここで言ってるわけですね。どううしてももう逃れられらない内側に 良い働きと悪い働きが対抗していつも悪い方が勝ってしまうでパウロはここで断末魔の叫びを挙げておりますしかしロマ書には発祥があること素晴らしいですよねこの発祥の一節こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません二節なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が 罪と死の律法からあなたを解放したからですまあ、ここで死の律法から命の律法に私たちは移り変えることができると宣言しているんですねまあ、そのように、えー、まさにパウロは自分の魂の中から中途半端なクリスチャンじゃなくて本物の クリスチャンになりたいといとう意思をここででげているわけですね第3番目にこのヨハネの第一の手紙一章九節七節これは昨日も申し上げたんですけどホモロゲオということへ本当に自分の罪を言い表してそしてイエス・キリストを信頼するならばその悔い改めた瞬間神様が行動を起こしてイエス・キリストによって 罪を許し清めてくださるでもう一つは一章七節の方でひとたび私たちは受けたキリストの血潮が流され続けキリストの血潮の流れの中で私たちは許され続け清められ続けていくまあそういう意味において同じ「至上命令」というけれども神様が最も大いなるお方だから至上のお方至上命令。 史上パウロは自分自身の心の中からの願いで「史上命令」そして歴史上のイエス・キリストの十字架の知恵というものは歴史的なものですから「史上命令」ということで同じ「史上命令」で3つ語呂合わせのようですけどもまあそのようにえ書いてある。だから聖書が 自らこのようにしてあなたを清める清め続けると言ってるんですから私たちは絶対に清めが必要ですではその次第5番目にこの清めの現実ですねこのペテロの第一の手紙の1章の13節から15節を読んでみます ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。まあ、先ほど言ったように私たちはあいわゆる新しく生まれ変わり神の道からに守られやがてキリストがおいでになる時に栄光の姿に変えられるという約束があります。じゃあその約束ににに、私たちが十分間に合うようよ 私たちは毎日の生活を成熟を目指して身を慎んでイエス様と共に生きていく必要がありますよね。チャランプランンプでそれはできませんよね。でえー、14節従順な子供となり以前無知であったとあった。 あ時の欲望に従わずむしろあなた方を召された聖なる方にならいあなた方自身生活の全てにおいて聖なるものとなりなさいまあ私たちの生活地位上位人間の考えること自分の心の動き愛情そして意思の働き、まあ、そういう細やかな毎日の生活の全てにおいて いいつでも聖なるものになりなるにりさいとここで勧められてるわけですよね。あなた方は聖なる者でなければならない私が聖であるからであると書いてあると、まあ、これは神様からのそういう命令だからもう一つ第一コリント一章の30節を見てみましょう。第一ココリリンントト章節人,人の手紙の 1> 第1の手紙の一章コリント・ビトへの手紙第一の1の一章の30節読んでみましょうはい「しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります」「キリストは私たちにとって神からの知恵すなわち 義と誠意とといいになられまましたと書いてますねキリストっていうお方が私たちの救い主であると同時にまたキリストは知恵である「義」「罪の許し」「性」「清め」そして「あがない」ここで言う「あがない」っていうのはキリストが再びおいでになることによって私たちの体がキリストと同じ姿に変えられてあがなわれるすなわち「栄化される」。 という意味のあがないですね。あがないという言葉は、罪から救われるという言葉でもあります。けれども、ここでは、栄化されるという意味であがないというふうに用いられています。だから、キリストが私たちの聖であると、ここで宣言しておりますねということは、レジュメにありますように、第一番目、清めとは、達成された恵みです。これから。 自分が努力して清くなっていくというんではなくて清めというものをイエス様がすでに私たちのために救いを用意されたように清めも用意してくださって私たちに与えてくださるものである第二賜物として救いも賜物としてくださいますよね同じように清めも賜物として与えられるもう一つは体得する恵み ということは実際に自分自身が具体的ににそれを自分のものもまあ毎回お食事の時間に、えー、お昼も夕食も用意していただいてで私たちはテーブルについて配膳されて箸を持ってそれを私たちは口に運べばいいんですね。まさにそれは、あの どんなに目の前に美味しいものが用意されて召し上がれって言っても自分で箸を取って運ばなかったら自分のものにならないんですよあ、美味しそうですねいただきますって言いながら手出さなかったらですねいただきますと言いながらいただいてないんですよということはこのような清めを実際に自分のものとして体得していくということが大事ですそれを ガラテアビトイの手紙の中ではこのように三つの表現があるんですね。ガラテアビトイの手紙の中のまず二章の十九節二十節。ガラテアビトイの手紙の学院ではガラテアの手紙の特別講義はありますか。はいある。 あるそうですか、はい、まあ是非、えー、心して学んでいただきたいと思いますが特にこの清めということに関して、えー、パウロはガラテアの手紙の中のまず2章の19節20節「しかし私は神に生きるために立法によって立法に知りました」「私はキリストと共に十字架につけられました」 ここで言われる「私」というのは人格を持った私でではないです。ここで言う「私」というのはどんな時でも神様が御心だと言ってもねいや私は違いますとそのように自己主張する自己中心の「私」という表現ですここは。まあ、そういう意味において自由自家につけられるということを 自己中心がいわゆる自我とも言いますね自我が十字架につけられる2番目ガラテア書の5二24節ガラテア書5二24節キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲の情欲や欲望とともに十字架につけたのです。この肉 という表現は、あの。罪を犯す性質のことを、肉とここで言っています。情欲。欲望、これは人間の中に潜んでいる。その。肉から出てくる。現れですよね。人と競争したり、共栄心を張ったり。まあ、そのようにして。えー、内側に。 私たちの罪を犯させようとする、まあ、これが肉と情欲と欲望これをイエス様の十字架につけるということを言っております。第3番目にこのガラテア書の6章の14節しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りと積むのが 決してあってはなりませんこの十字架に作られて世は私に対して死に私も世に対して死にましたここで言う世というのも私たちが現在生活している世ではなくて世の精神ということですね世の精神というのは第一に人間中心です神様じゃない人間中心第二に物質中心です第三に快楽中心ですね ここれがののの世の中の全てです。そういう生き方を心の中に持っているならば競争したり共栄心を張ったりまあ他の人を軽蔑したり差別したりするということが起こってくるわけですね。まあそういうものをパウロはすなわち清められるということのために何を退かさなければならないか。 何を取り除かなきゃいけないか自己中心肉、情欲と欲望そしてこの世というものを十字架に共につけてしまうまあ、十字架というときに三つの方面から考えますね第一番目私の身代わりとしての十字架イエス様という方は私たちの 身代わりとして十字架につけられたんですねこれは身代わりの十字架これによって私たちはイエス様を信じて救われるわけですよね。で2番目このイエス様にイエス様の十字架というものを自分も一緒に十字架につけられる。ここで3つのものそれは自己中心。 人間の肉、それからこの世というものをイエス様と共に十字架につける、まあ、イエス様がこの世の中においでになった時に詩編の40編のの節ににこのように、えー、言っております。詩編の40編の8節、まあその前に、まあ、6節から読んでみましょうか「あなたは生贄や穀物の下げ物をお喜びにはなりませんでした」。 あなたは私の耳を開いいてくださいました、まあこの耳を開くということは「エジプト記の二十一章の六節を見るとその奴隷がお金で買われて7年目になったらその奴隷は家に帰ることができるんですね解放されるんです。けれどもその 6年の間にご主人の配慮でこの奴隷にある女性の方が紹介されそして気に入って結婚するそれで子供が生まれて家族になるでも奴隷というのは自分のものじゃないんですよ。奴隷は自分も含めて結婚したら奥さんもそして生まれたら子供も全部ご主人のものなんです。 だから、7年目にもし一人の奴隷が解放されて自分のふるさとへ帰るとすれば奥さんと子供を置いていかなきゃいけないんですよそれは御子院のものだからそこである奴隷は様「御子院様あなたは私にあなたの御親切で良い女性を紹介し結婚して家族も与えられました」。 だから今まではお金で買われて奴隷になりましたがこれからはお金いりません心から自分から進んであなたにお仕えする奴隷になりますこれを聞いた主人は「分かりましたそれではこちらへ来てください」って言ってその柱のところに来て霧でもって耳に穴を開けたんです。 で「耳を開く」っていうのはその「耳に穴を開ける」という意味と同じなんです。ということは愛の奴隷になるとということですイエス様がこの言葉を引用してそして次に詩編の40編の7節8節その時私は申し上げた今私はここに来ております」「書物の書に私のことが書いてあります」「我が神よ」 私はあなたの御心を行うことを喜びとします。ああなたののの御教えは私の心の内にありまますすこう言ってますねということは初めからイエス様は天の栄光を捨ててこの世に来られる時自分はいけにえとして捧げられ救い主として自分の命を十字架に捧げるということはもう決まってたんですね。 まあそういうことで現実に33歳半でイエス・キリストは十字架に命を捨てられた。だからイエス様の十字架っていうのは父なる神様の御心の中で自分は喜んで犠牲となりますという心構えできたんですね。だかかららら番目のののの十十字字架架意味は私のための身代わりという十字架からさらに 私も神様の御心に従って、喜んで十字架に自己中心上肉、そしてこの世界をつけてあなたの御心を行います。という十字架です。これが清めの十字架ですね。第3番目はイエス様が喜んで、あの十字架を運んでいきました。私たちもキリストのためにこの。 福音のために私たちは犠牲を払って十字架を背負う。まあ、この場合の十字架っていうのは、いわゆる自分を殺すという意味ではなくて、イエス様の他の人を救いたいという旧礼のその働きを、私たちもイエス様と一緒に十字架を背負っていきますという十字架ですね。まあ、十字架っていうときに、その救いの十字架、清めの十字架。 奉仕の十字架まあ、これがあるということを心に留めていただきたいと思いますね。まあ、そのようにして。ガラテヤ人への手紙の中では？清めの消極的な方面をまず2章20節5章24節6章14節で私の中にある自己中心肉。 そしてこの世界を十字架につけました。これは消極ですね。では、ガラテヤ書の中で、積極的な方面は何か。それは、まず、ガラテヤ書の一章十六節。ガラテヤの一章十六節。ガラテヤの一章十六節。 異邦人の間に巫女の福音を伝えるため巫女を私のうちに啓示することをよしとされたと書いてますねまず聖霊によって私たちのうちにイエス様っていうお方が啓示されたまあ、私たちは哲学を勉強して倫理道徳を研鑽して救われるんじゃない イエスっていうお方を精霊によって内側にはっきり明らかにしてもらう巫女の内的啓示まあこれによって自分自身がどれほど罪が深いかまたイエス様が救いを用意してくださったということが分かって救いに導かれるわけですね。第一番番目目はのののの内的啓示ですす二ガルティアの2章の20節の後半すなわち キリストを共に自由化に自自由分の自己中心をつけました。でも今もう私が生きてるのではありません私が生きてるのはキリストが私のうちに生きておられるキリストの内住。ねそして第3番目はガラティアの4章19節。ガラティアの4章19節。私の子供たち」 あなた方のうちにキリストが形作られるまでと書いてますね。まあ、成熟を目指すということは、もう一つの言葉を書いて言うなら、キリストの形が私たちのうちに作られるということですね。まあ、このようにして、消極的な方面は清めの体験のために、自己中心を、肉を、このようを十字架につける。 積極的な方面はキリストがうちに掲示されるキリストがうちに住んでくださるそしてキリストの形が作られてくるこれによって私たちは清めというものを体得していくことができるでそのために必要なことは一つ全く明け渡しですね本当に、まあ、孫の話ではありませんけどもあのイエス様100%。 とということは自分をゼロにする本当に全く明け渡しと同時に全く献身あなたに身を捧げてまいりますとそして全く信仰ですねイエス様をずっと信じ続け見上げ続けて生きていきますということで私たちはこの清めを体得することができるということなんですね。どうか あ私最初の時間に自分の証をさせていただきました本当に、えー、自分では気が付かなかったよかれと思って気が付いたら実は神様のためと言っているけれども全部自分の手柄をあげるためだったそれは私の本当に人間臭い自己中心の表れだったわけですね。でも試みを受け その結核になったということを通してしかも神様から最終的にはお前が嫌いだとまで言われてそれで本当に心の底から死生女の生活「一致と交わり」という二冊の本を通しこのガラテアの手紙を通してこの三つの消極的な方面と三つの積極的な方面を精霊によって実現していただいたというのが1956年6月6日だった。 まあそのようにして神様の前に清めを体得したというですから皆さんこの学院を卒業するときには明確にこのような清めの体験を精霊によってさせていただきましたともはや私は生きていません精霊100%神様100%イエス様100%で生きるものになりましたということができたらこれは 立派ななな卒業証書になりままますすす祝福いいたたたししハレルヤあなたの皆を賛美いたします今日も大切なこのペテロの手紙の中で「神様の側から私が聖であるからあなた方も聖なるものでありなさい」と言われましたこのことを私たちが体得してこれこそ私たちが神様から頂いたまことの恵みを徹底させることであるということをなお 我らも知らしめられ、これらを追求して自分のものとすることができますように。主の皆によって祝福いたします。アメン。ありがとうございました。ではああ20分休憩してまいります、えー。この20分の休憩の時のコーヒータイムはあの紀子先生からお招きしてシフォンケーキを用意してきたので <laughs> 来てくださいということでしたので。えー まあ、コーヒーは結構でございますはい、行ってまいります <laughs> ありがとうございましたはいそれではお祈りさせていただきます神様第一ペテロの手紙を通してまず私たちに新しく生まれ変わる恵みを与え神の道からに守られる恵みを与えキリストの再臨の時に栄光に預かる恵みにまで導いてくださっていることをまず感謝いたします そのゆえに私たちはこの恵みを無駄にすることなくさらにそれを徹底させていくことができるように私が聖であるからあなた方も聖でなければなりませんとお声をかけてくださいました私たちがあなたからあなたが私たちをキリストによってどれほど恵んでくださろうかとしておられるその最高の恵みの頂上にまで 至るることができるように2学期の初めに梶川先生を通してをを目指しまししままょうとおすすめをいたただきました私たちの内側には何にもそれにふさわしいものはありませんでもイエス様にあってキリストが私たちに知恵となり義となり生となり贖がないとなられたということを心から覚えて感謝します。 イエス様100、百パーセントイコール私たちも清められます。そのようにして我々の内側をいよいよ整えて、あなたご自身のご満足されるしもべとしていよいよ作り上げてくださるようお願いいたします。これらの祈りを聞いてくださることを信じこの時間も見てみだねてイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。ではよろしくお願いします。紀、えー、子先生のシフォンケーキとコーヒーを。 いただいて、で、皆さん方にもあるようでございますね。えー、おすそわけあるそうでございますので、ご期待を。で、先生のお部屋に二つの御言葉が掲げられていましたね。お、これは清めのお言葉です。えー、テサロニケ第一の手紙五章二十三節の言葉がまず掲げられておりました。 テサロニケ第1 5 24平和の神ご自身があなた方を完全に聖なる者としてくださいますようにあなた方の霊魂体の全てが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのない者として保たれていますように。ね、このの前半の御言葉が あの先生ご自身の字で書かれて掲げられておりましたそうです「神ご自身があなた方を全く清めてくださいますように」ね、約束ですねもう一つの御言葉が掲げられてました「詩篇の五十一のの十節ですね紙偏五十一偏の十よ 私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと」と、まあ、ダビデがバテセバとの罪を犯した後、えー、ナタンの勧めにより深く悔い改めて神様の前に捧げた詩編ですね。えー、神様が待っ 全く記憶してくださいます。というとともにこれは神様の側です。で、私たちの側では？素直に清い心を作ってください。そのために私は100%、あなたを信頼してお受けします。という姿勢ですね。まあ、そういう意味においてえー、まあ、2つの清めの御言葉を。 先生のお部屋に掲げられていたのを見て、あ、これは清めの、えー、学校だなというふうに、まあ、納得したわけでございます。えー、レジュメの九ページに、えー、入りますが、一、えー、章の十七節から二十一節ですね。で、このところでは、えー、いくつかのキーワードがあります。一つは 17節後半ですが「この世に起流している時を恐れつつ過ごしなさい」でここに「恐れかしこんで過ごしなさい」という訳もありますが恐れ、えー、つ,つつ過ごしなさいと書かれています。その恐れるというのは決して恐怖心の恐れではありません。これは誠の神を神をとして 恐れかしこむという意味の恐れでございます。で、えー、この恐れるということについて。ドイツのベンゲルという聖書を学者はですね。あの、このように言っています。コンスタント、realization of the presence of god。レジメにありますけれども。 神の臨在の。絶えざる現実感。まあ臨在に生きる。でこれを。テモテ第一の手紙四章七節では。このように言ってますね。テモテ第一の手紙。四章七節。<laughs> 俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ。 経験のために自分自身を鍛錬しなさいと、まあ、ここで経験という言葉が出てまいりましたで、これは経験というのは臨在に生きるいわゆる自分の目の前に神をありありと見て生活するということでありますまあ、これはあ私たちがあーいわゆる 清めの生活に入っていく第一のキーワードそれは恐れかしこんで過ごすすなわち目の前にいつも神を意識して臨在を意識してそして生活する、えー、まあ図書室にあると思うんですけどあの経験の障害という 本が調査がああると思いいまます、えー、分厚い本じゃありません、えー、この修道院の、まあ、炊事番をしていた人ですで自分が毎日、えー、料理をするためにまずかまどに火を焚くその時に彼はですねどうか私の心を今火をともしてください。 で何かを洗っていくときにいつでも「私の心も洗い清めてください」もう全ての生活の一コマ一コマをイエス様との生活にこの合わせて目の前に今やってることを全部イエス様と一緒に生活する、まあ、そういうふうな実際の証人ですね。まあ、そういうことで、えー、経験の障害これがキーワードです。 でそのためには私たちはあここにはっきりペ、えー、テロは18節ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚なしい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちる者にはよらず傷もなく穢れもない子羊のようなキリストの尊い地によったのですと。でこのたっとい地 まあ、私たちは、えー、ヨハネ第一の手紙の一章の9節と7節を何回も引用しましたね。私たちが本物芸を罪の告白をするその瞬間にキリストの血は働いて私たちのすべての罪汚れを許し清めてくださるという瞬時的な行動と同時にヨハネ第一の手紙一章7節の後半はその血潮が。 常に現在形で注がれ続けているまあ、綺麗な小川があって泥をひとつかみに掴んで川に投げ込むその瞬間は泥が散りますしかし流れる川ですからさーっとすぐ過ごしてしまいますねそのように私たちはある面あこれは罪を犯してしまったかなと聖霊様の促しがあったら すすぐその瞬間ですね神様の前に悔い改めるべきことがあったら悔い改めそしてイエスの血を仰ぎますそうしたらそれはもうさっとそのまま取り除けられていくだからえ決して罪を犯してしまったなということを1週間持ちながら教会に来て日曜日にまとめてそのゴミ出しのように出すんじゃなくてね その都度その都度精霊様が促し導かれたならばすぐ罪を指摘されたらすぐ悔い改めて主のもとに持っていけば瞬時的に精霊様の働きで血潮によって許され清められていくということです,ですから罪を犯し続けることはなくなるわけですね。でヨハネ第一のののの手紙の1章章終わりと2章の 一節のところを見てみますとね、このヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第一の二章の一節、まあ一章十節から読みましょうかね。もし罪を犯したことがないというなら。 私たちは神を偽物とすることになり私たちのうちに神の言葉はありません。だから先ほど言ったようにあの誤解の一つは絶対、えー、完全。というふうに、えー、自分をイエス様の関係で言うならそれは誤りだ。ね、でも二章一節 私の子供たち私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと書いてますねで、ここで言われている罪を犯さないようになるということはどういうことかまあ先ほど言ったように人間というものは人間ですのでどんなにイエス様中心で生きたとしても100%考えが完璧でありまた思うこと 行うことを言うここととと言が完璧とは限りませんふっとしたことでずれる可能性がありますね。でずれた時に精霊様が「あ巨大姉妹その言葉は言い過ぎましたよ」と言われた時にすぐ受け入れて「あすいませんでした悔い改めます」って言ってイエス様のもとに持っていくならばそれは罪を犯し続けることにならないんですね。 でも何か精霊様が促してるにもかかわらず「いや私の言ったことは相手が悪いんです」と自分のことを正当化してでも相手を傷つけておるのに自分が自分を正しいとして主張し続けておるならばそれは罪を犯すということになってしまうわけですね。同じ行為ですすけどそのようにすぐ 聖霊様の取り扱いの中で、イエス様のもとに持ってきて、十字架の血潮を仰ぐなら、それは罪を犯すことにならないんですよ。でも、それを正当化して、自分の中に持ち続けて相手を責めているならば、それは罪を犯すことになるということなんですね。まあ、そういう意味において、この私たちクリスチャンは、そして特にイエス様と一緒に生きるという人は罪を犯し続けることがない。 ようになるためだと書いてますでも中尾堂に「しかしもし誰かが罪を犯したならじゃあそれで終わりか」。まあそう言ってても「ああもっと早く神様のもとに素直に悔い改めて帰ればよかったなしかしちょっと、えー、気づきが遅くなったなということで罪を犯してしまった。 それでその時どうなるか私たちには道の前で取りなしてくださる方義なるイエスキリストがおられますこの方こそ私たちの罪のためのいや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの備え物です、まあ、た例えそういうことが起こったとしてももうこれでお前終わりだねダメだめだと切り捨てられるんではなくて 私たちのためには「義なるイエス・キリスト」がおられるとこのお方の贖がないは十分であってあなたを受け入れてもらえることができるしまた許し清めていただくことができるんだとそういうふうに言ってますね。と、まあ、そういう意味において私たちはあ経験の障害すなわち尊い地にによよるる十字架による自己中心ね。 そして生ける種に対する絶対の依存をしていくことによって恐れかしこんで生きていくことができる臨済生活まあこれも私の生涯のキーワードの一つですね先ほど読んだ「詩編の40編の8節我が神よ」というところに礼拝があります。御心に従うことここに謙遜の生き方があります。 御心に従うこれが私の喜びです私の生活のすべての姿勢があります喜びね。どうか私たちは本当にこのような今日も野里子先生のワシップの中で感謝詩編の百篇が読まれたわけですけれども本当に、えー、受け取って喜んで感謝していくという姿勢 まあ私たちは「あ,ありがきいち」ーチっていうんでね何でも「ありがたいと」とそして「一番喜ぶ」という <laughs> まず「喜ぶ」というね、えー、名前ではありますけれどそういうものではなかったわけです。でも1956年6月6日を期して本当に「神様に100%」 明け渡して、どんなことも喜び受け入れて、主にあって、生きることができるようになってきましたね。まあ、それが恐れ、かしこんで、目の前に神様を意識して臨在生活をしていくということです。二番目のキーワードは、一章の二十二節から二十五節。二十二節から。 22節から「あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから清い心で互いに熱く愛し合いなさい」とまあ,あ第一のキーワードは恐れ、愛ししんで過ごしなさい第二は熱く愛し合いなさい。まよ、あ、こにな、えー、私たのない、 しかも魂を清められて純粋なものになりましたから熱く愛し合いなさいいわゆる真心から生きるものになりなさいと私たちは「どうしてクリスチャンになりましたか? 23節」。節あなた方が正しくまれたのは「朽ちる種」からではなく「朽ちない種」すなわち「生きたいつまでも残る神の言葉」。 まあ、そういう意味において、私は毎日二十一章を読み続けております。いつでも人間の考え、人間の思考ではなく。神の言葉に、神の言葉によって生きるということを徹底するためですね。もう一つは主の言葉ね。二十四節、人は皆草のよう、主、その境は皆草の花のようだ草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に立つ。 神の言葉または主の言葉イエス様が語られた言葉まあ、えー、私は新学校を卒業する前の年の夏の伝道実習期間、えー、2か月間ありますその間にこの「マタイマルコルカヨハネ」という4つの福音書をよく読みました。そしてイエス様が どんな人にどんな時に何を言われたか何をなさったかということを中心にその呼んでいったんですねでやがて卒業して開拓に行った本当に一人の女性の方が自分の夫から裏切られそして自分が一生懸命に育ててきた子供さんも奪われて。 本当にもう自分の家に閉じこもって泣き叫んでもうお化け屋敷というふうな近所から言われていた人がおられたんですよ。で私はそれを知らなかったからまあ路傍殿堂に行ってその人のお家の前でね「えー、皆さん新しく神戸から来た青年伝道者です」今日から教会で集会があります」 入場無料出入り自由ですから気軽に来てください!」言ったんですよそうしたらその人がですねニューッと顔を出してもう長い間手入れをしなかった顔で、ね、周りの人が「お化け」って言ってたんですけど「おら行く!」言ってまあ関東北部東北近いあの方では女性でもね自分のことを「おら!」って言うんですよ。 「俺は行く!」言うて「ええー!」まあ来なさい」って言った手前「来るな!」とは言えないんですよ。<laughs> それでまあ,あの私の後をついてきたんですよ。それで、えー、賛美歌を歌ってそして証しをしてお話をしている最中にこのイエス様が私たち人間の罪の身代わりになって私たちを責めるんではなくて父を彼らを許してやってくださいという。 祈りを捧げたというお話をしたら、その女の人がですね、前に出てきてもう泣き崩れたんですね。私は自分の夫がその肺結核になったので、そして子供を抱えて、働いて、育てて、お金を作って、治療費を注いで、そして2年後、その御親は良くなったんですよ。しかし家へ帰ってこなかった。 病院の中の看護婦さんと仲が良くなって彼女を捨てて、しかも子供を連れて行ったんですよ。まあ、そういうことで恨み、つらみって、ね、すごい恨みがあったんですよ。でもイエス様が、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないでいるのですという言葉に、えー、接したときに、ね、自分がどれほど、 自自分分身がが汚いい人間かかとうことが分かったんです、ね、それでもう前に来てね泣き伏しておられたんですよね。でそういう時にイエス様がいろんな悪霊に取りつかれてる人に何をしただろうか。まあマグロのマリアに対しても七つの悪霊に満たされていた女に対してもイエス様はしっかりと声をかけねそして あの会員の現場で捕まったその女性に対しても「あなた方の中で罪のない人がまず石を投げなさい」まあ、それを聞いて石を投げようと思って集まってきた人がみんな両親に駆られて一人去り二人去りみんな,亡くないなくなった誰もあなたを罪する人がいないんですかその時に「イエス様私もあなたを罪しません」「行きなさい」 再び罪を犯さないようにまあそういうことで私も主の皆によって今全ての悪しき力からあなたが解放されますようにまあそうしてイエス様を受け入れたんですねまあ周りの人々がお化け屋敷と呼んでいてそしてあの女性がどんな苦しみに遭っていたかということをまあ近所の人は知っていたわけですけど。 見事に作り変えられて仕事をきちんとするようになりそして教会の生活をするようになったまあ私が開拓した教会の十分の一献金者第一号がこの人だったんですね忘れることができないんですけどもまあそのようにして主の言葉どうぞ皆さん方もね主福音書を学んでイエス様っていうお方はどんな人にどんな場合にどんな言葉をかけなさったか何をなさったか。 という視点で4つの福音書を読み返したらいいかなと思いますね。神の言葉聖書全体がそうですけどまた主の言葉主が特定の場合特定の人にどのような声をかけられたかそしてまさにそれはですねこの、えー、25節、しかし主の言葉を永遠に立つとあるから」です。これが、 あなた方に福音として述べ伝えられる言葉でちねそういう神の言葉主の言葉は福音の言葉でもあることごとく人を許し清め助け慰め励ます言葉それが福音の言葉ですね基本的にたとえ私たちがどんな罪を犯した人に対して神の裁きが来るというメッセージだったとしても最後は「 裁きの言葉ではなくて慰めの言葉励ましの言葉許しの言葉力づける言葉ですよねこれが福音の言葉です、えー、私たちの説教が常に神ののの言言言葉葉葉ととと主福音で満ちあふれるようにと願っております、まあそういう言葉に基づいて私たちは熱く愛し合う とということが第二の鍵言葉第三のえー、っとあそうですねあの第1番目が聖なる者になりなさい第2番目が恐れかしこんで過ごしなさい第3番目が熱く愛し合いなさい、えー、私たちはこうして学院生活で1、えー、年2年と。 生活を共にする中で私たちはいい勉強になりますね、まあ、あ今までは一人一人のお部屋だったようですが、えー、最近は一部屋に二人ずつ、ね、私も神戸の進学校での生活は一部屋で二人で,できるだけタイプの合わない人が一緒にさせられるんですよ。えー、そしてある人は寝坊ある人は早く起きる。 まあ、そういうタイプの違う、ねえー、ガラクタにお部屋を整理しない人ときちんと整理する人、まあ、いろんなタイプの違う人を一緒にすることによってそこで思いやることを教えられまたあ共に励ます助け合うということを教えられるわけですよね。まあ、そういう中でよい熱、えー、く愛し合う練習ができるということです。まあ 1> 第1番目は「まことの神様のお恵みの実体」ということそして第2番目は「あ神のまことの恵みの実質」で「清くなりなさい」そしてその第3の部分が2章の1節から10節で「神のまことの恵みの実証」ということですね。でこのような神様からの恵みを受けました。 でですすすかからら章節とありますねこれだけの恵みをイエス様を通して与えられましたですから私たちはそれにふさわしく生きる実証ですよね。でそのためにはまず消極的な方面は「捨てる」ということですね。章1節ですからあなた方は全ての悪意全ての偽り偽善や妬み全ての悪行を捨ててはっきり 私たちはけじめをつける、捨てる。すべての悪意、ごまかし。偽善、妬み、悪行。えー、まあ、日本で一番大きい教会を作り上げておられる方は。大川次道という先生です。えっ、ー、と。先週、二回目の脳溢血で。 集中治療室に入ったというニュースが流れましたけども、まあ、どうやらあの今一般病棟に入ったようでございますでこの大川嗣道っていう先生がですね1,000、まあ、人を超える改修を要する牧会をしておられますけど、まあ、大きな転機、まあ、300人ぐらいから500人になる。でそういういい中で300人ぐらい ししてきましたけど何かこう足踏みしている状態だったんですよである時気が付いて先生は皆さん方に「もう教会の中では悪口は一切言わない」「後ろ指を刺さない」これ人間の多くの営みでねしやすいんですよ「あの人は」って言ってね後ろ指をさすそういう圧効。 これをこの教会に限り一切言わないことにしましょうって言ったんですね。まあ、そうしたら300人がまもなく500人になった。あのそういう一つのことでもね、やっぱり、えー、人間の弱さというのはそこにありますが、そこに同じように私たちが神様の誠の恵みを受けたという現れは、 一切のそのような消極的なものを捨てるということですねもう一つは2章2節に生まれたばかりの血の実子のように純粋な霊の父を死体求めなさいそれによって成長し救いを得るためですもう一つは死体求めなさいとまあ、赤ちゃんがお母さんのお父を時間ごとにしっかりと受け飲む,飲むように 私たちも成長し、全うするために、そのように御言葉に対して植えー、かわいて、死体求めていくということですねえ。そして、レジュメの10ページにありますが、あ2章の4節から8節。主のもとに来なさい。ね、捨てなさい。死体求めなさい。そして、主のもとに来なさい。 主は人には捨てられたが神には選ばれたたっとい生ける意思ですあなた方自身も生ける意思として霊の家に築き上げられ神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと書いてますねここではまさにイエス・キリストというお方がどういうお方かここでは優れた意思というふうに あの表現されていますね。救いの岩というのは、ヘブル書二章十節にあります。救いの創始者、ヘブル十二の二に書いてますね。救いの始めであり、終わりである。これは、目白くの一章八節にありますで。救いの先駆けという言葉が、ヘブル六の十九、二十にあります。イエス様という方は類稀、類まれ、あ、に今日も。 ワシップの中でイエス様「あなた以外にはあありませんあなたは最高のお方です」と歌ったようにまさにこのお方は優れた、ね、救いの岩であり土台であり救いの始まり創始者であり救いの始めであり終わりでもあるアルファでありオメガそして救いの先駆けすなわち私たちを保証する先駆け、まあ。私たちは自分が 死んだらどうなるか不安がありますでもイエス様は死んだ後復活して私たちのために父の家をたくさん用意してくださるヨハネの福音書の14章1節以降にねあなた方は心を騒がせないがよい神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんあると言われてますねだから私たちのもう イエス様は先駆けして用意していてくださるわけ、保証してくださいます。あの英語の聖書では父の家っていうのはヘブンリーマンションという表現があります。私は初めて英国に1966年に行ったんですけど、その時に有皆さん、あの日本ではやたらにマンションという言葉が使われていますが。 あれはちょっとと違うと思いますどうしてですか?」じゃあ本物のマンションというのにご案内します」で私は車に乗って、えー、案内していただきましたある敷地に入りました門がありました「何々ね。でこの門から母山まで行くのにまだ 2km ぐらいあるでそこには川が流れ丘がある林があるねそして お,おもやに着いたらそのおもやにはもう40ぐらいのお部屋があるお城のようなもんですこれが英国でいうマンンションというんです日本ではどうやらもう突然マンションって建ってるんですよあれはマンションじゃなくてマンション <laughs> 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 まあああそうだったかなって。だから地上で 私たちは狭い家に住んで不自由だなと思っていても先駆けのイエス様はヘブンリーマンション父の家マンションを用意していてくださいますから気を楽にして参りましょう <laughs>、まあこれは余計な話でございますがまあそのようにして、えー、イエス様は卓越した優れた石であると言われています。また この支持する意思でもあるとで、この「石」について、えー「コーナーストーン」いわゆる「頭石」これは第一コリント3章の11節に書いてありますそれから「元になる礎石」ともエペソ2の20から22に書いてますね。イエス様っていう方は「元になる土台石」であると。 でその上に教会が建てられていくんだね。それからイエス様についてはそれは生きた石であるとまあ、これが第一ペテロの2章の4節5節にあります主のもとに来なさい主は人には捨てられたが神には選ばれたたっとい生ける石ですとまあ、その当時のユダヤの国の建物はあ石造りで、えー 建てられた家なんですね、まあ、そういう意味においてこの石積みというのを、まあ、日本にもたくさんお城がありますけどもあの姫路にある姫路城の石は死に石がないと言われます。死に石 というのは？その？城壁にはめられてるけれども抜くことができる。そういう石はそこに城壁を作ってるけれども、本当は城壁の足しになってないんですよ。抜くことができるから。でも姫路城の石垣には死に石がないって。どんな小さいのでもね。抜くことができないんですきちっと。 みんな組み合わされてその機能してるということなんですね。まあそういうことでイエス様は生きた石で死に石がない私たちの人生の全てを支えていく石であるとまさにキリストこそ生きた石である同じように私たちも生きる石になっていかなきゃいけないイエス様は土台 そしてその上に私たちはキリストの体の教会を立て上げていく一人一人はいろんな形の材料になるねある材料は壁の内側に塗り込まれていて存在が見えないかもしれないでもそれは大切な材料なんですねまあこうしてコンクリートで隠れております。中に いろんな材料が組み合わされてますね見えないでも大切ですよね私たちもタイプによって目立つという人と案外目立たないという人がありますでもどんな人も必要なんですねお互いが必要なんですねこれを忘れることはできませんまあ体でもですね見える部分の体動く部分のそういう体があるでも。 内側にある内臓内臓っていうけどあるぞ <laughs> で大切なのは内臓と言われてる見えない働きが大切ですよね、まあ、そういう意味において私たちは教会の中で誰一人お前はいらないとお前のようなものはいらないと。 言うことはできないでもしばしば私たちは不用意にねあの人何の役に立ってるのって言いやすいですよ。でも私たちは同じようにこのキリストの家を建てていく中で見えない見える大きい柱小さい柱みんな私たちは組み合わされて建て上げられていくんだ。だから私たちもイエス様と同じように それぞれの部署部署において生きた死に石にならないと生きた石になるそして二章の七節八節の中ではまさにですね二、えー、章の七節八節したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石それが のの石となったのでありそれはつまずきの石妨げの岩なのです彼らがつまずくのは御言葉に従わないからでありまたそうなるように定められていたのですとまあ私たちは共に伝道して教会を立て上げていきます。でも昨日言ったように神は全能者であって予知されるお方であるこの人は福音を受け入れる。 という人、この人は福音を受け入れないという人、どんなに説明してみても、どんなに親切をしても受け入れないっていう人が起こりうるわけです。だから、その人々の中にはですね。丸ごと何にもしなくても救ってくれる人を求める人が結構多いんですよ。でも、私たちは罪を悔い。改めて方向を転換してイエス様を信じる。 この悔い改めるということは罪の告白ということは妨げになる場合があるんですよなんで私はそこまで罪人扱いにするんですかとね。丸ごとそのままね罪を持ったまま救ってくれるんじゃないですかイエス様はそういうお方です救ってくれる罪を持ったまま来ていただいて結構だでも罪は悔い改めて方向転換しなきゃいけない まあ、そういうことが妨げになるんですね。つまずきになるわけです。まあ、多くの宗教が日本にはありますけど、悔い改めて信ずる。そういう宗教はイエスキリスト以外にありません。他のものは懺悔とか反省とか言うけれど、それは方向転換にはならないんですよね。元の木阿弥になります。まあ、そういうことで、えー、この部分においてですね、私たちは。 あどれだけ神様のまことの恵みをいただいたのかという確信を3つの方面から見てまいりました。でこの一段の結論が2章の「節1十節です。2章の9節10節しかしあなた方は選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神のものとされた民です。それはあなた方を 闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けていますまあ、この結論の言葉はいわゆる神のまことの恵みを受けたもの私たちは第一選ばれた種族であると 第二、王である、祭祀である。まあえー、私たちの人生、いろんな戦いがあります。でも、王は勝利に導くものです。祭祀というのは、ラテン語でポンティフェクスと言います。すなわち、神様と罪ある人間を結びつける、その働きをするのが祭司です。そして、聖なる国民である私たちは、 立場上このようにして聖なるものとして受け入れられた民ですそしてそればかりか清められて神の所有とされたあ民であるそして何といっても神様の素晴らしい神業の宣伝者になるでもう一つ表現があってあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民となった。 ということはこの旧約聖書の「セア書」の中からの引用なんですね。旧約聖書の補正屋 十二,十二章予言書の中の最初がホセア章でありま,すでまあその時ですねこのユダヤの国は偶像礼拝に陥って、まあ、外国から責められてまあらわれたりしておりました。でもうこのの神様の目から見ると このイスラエルの民全体が神から反逆して、えー、不道徳そして外国依存そして立法を破るというそういう生活をしてましたでこれを神様はその当時の「ホセヤ」という預言者を読んで何と神様が言われたかというと「ホセヤよあなたは結婚しなさい」「ごめルっていう人と結婚しなさい。 ジェ・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 ジェですよねホセアが言われたゴメルっていう人は売春婦ですよまあ誰が進んで売春婦の人を奥さんに迎えるかでも旧約の預言者っていうのはそういう自分のその生きた生き様を周りの人に見せることによってそれがメッセージになるわけですで、ゴメルっていう人をね迎え入れたんですで。 3人の子供が生まれたんですよそして一番目の子供はこの4節にありますイズレールこれイスラエルとイズレール一字の発音の違いだけですよでイスラエルは神の皇太子を対しですイズレールっていうのは神の子じゃないって言うんですよ変な名前ですよね「子供っていうのに「私の子供じゃない」って読まなきゃいかん。2番目に生まれた 子供はですねこの6節ゴメルはまた身ごもって、えー、女の子を産んだ」「主は彼に言われたその子をロルハマ」「ルハマ」すハマ「すなわち哀れまんない」と「の可愛くない子」<laughs>「名前が可愛くない子」「帰っおいで」っ <laughs> てか呼びにくいですよね。 そして、えー、さらにもう一つ名前が付けられた子供が生まれました8節ロ・ルハマ」ってこれは「私の子じゃない」まあ、このようにして、えー、実物教訓として子供の名前を付けそして、えー「私の子じゃない」「愛されない」「可愛くない」まあ、そういう うことを呼ぶことによって、神様が私たちイスラエルの民たちをどう見ているかっていうことを教えようとしたわけです。ところがこの？ゴメルが。捨てて帰るんですよ。そしてもう一回売春風になるんです。神様はホセアに行ってその買い戻しなさいと言ってるわけですよね。そして。 彼は見つけて買い戻しますでその時にこの、えー、2章の14節それゆえみよ私は彼女を誘いざない荒野に連れて行って優しく彼女に語ろう私はそこを彼女のためにぶどう畑にしあこルの谷を望みの門とする」。 で、この言葉はあの私が開拓年度に出て本当に新学校に行っている4年の間にその大田原っていう町には3つの教会があったんですよ。ところが4年後卒業して帰ってきたらその3つの教会がなくなっていたんですよ。まあいろんな理由があるんですけどそれで近くの教会の牧師先生方が集まって有賀さんを歓迎する会開いてくれた。 で先生方が何と言ったか牧師の墓場によういいらっしゃいました <laughs> まあ物騒なところだなと思ってそういう中で私は本当に神様の前にね祈ったんですその時に神様が語ってくれたのがこのののの谷裁きの谷をね望みの門とするまあ私は励まされて一生懸命に「神様日曜日の夜は伝道集会にしますから」。 一人救ってくださいって言って毎週毎週努力しました毎週のようにはならなかったでも1年終わったらなんと53人救われて36人パプテスマを受けたんですよああその時ねしまったなんで神様は毎週2人と言わなかったかだから神様の前に祈る時にはね風呂敷を広げた方がいいっていうのが教訓でございます一人ずつお願いしますなんて言わないでください 一気にペンテコッセのようにお願いします」と <laughs> 一日で1万2千人の教会が立て上がるでその励まされて、えー、彼はゴメルを迎えに行きますそしてその結果2章の23節「私は私のために地に彼女をまき我れない者を憐れむ」。 私は私の民でないものにあなたは私の民と言い,い彼はあなたは私の神と答える。ということで三章に入って言われた通りそのホセアはあゴメルを買い戻しに行きます。3章2節。それで私は銀十五しけると大麦一褒めると大麦一レテクで彼女を買い取った。まあ 自分の手元に銀貨30枚なかった15枚そしてその他この大麦小麦それを合わせて銀貨30枚銀貨30枚っていうと思い出すのはユダがキリストを裏切って受けた報酬ですよねまあそういうことでこの彼女を買い取りますもう一回回復させるわけですよね まあそういう結果神様がまさに私の憐れまない子供を私は憐れむ私のものでない民を私のものにすると言われたこの背景がそこにあります。でこの「ホセア」の実話はペテロがよく覚えていてそしてその当時の人々にこのことを引用してこの神様の誠の恵みは 憐れまれないはずのものが憐れまれるものになる神の民でないものが神の民となるんだまあ、驚くべきこれは恵みの技でありますねまあ、これが、えー、第一の部分の大きな結論となったわけですそして第二の部分がこの2章の11節から4章11節であります 何を受けたのかという第一の部分からここでは何をなすべきかで私たちは救われるためには何の働きもいりませんしかし救われた以上は良い働きをする必要があるんですねどうか良い技は救われるためにはいりませんでも救われた以上はこれから良い働きをできる 人になっていかなければならないということです。で、鍵の言葉が三つあるんですけども、この二章の十二節、二章十二節、義法人の中にあって立派に振る舞いなさい。ここで立派という言葉が出てきます。で、このギリシャ語はですね、カロスという言葉です。 でこの「カロス」という言葉は他に「美しい」とか「良い」とか訳される言葉です。他の訳では「良い行情」「美しい行い」ここでは「立派な行為」というふうになってますね。でもう一つは「四章十一節」で「良い」と訳されて「四章 十節それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者良い管理者ここでは同じ「カロス」という言葉が「良い」というふうに訳されております。でもう一つのギリシャ語はですね「アガソス」という言葉です。これれは三章十六節,三章十六節ただし和なな心心で恐れつつ健全な良心をもって 弁明しなさいここでは「健全」というふうに訳されていますね「え潔白と」とある訳では書かれていますまたあるところでは「正しい」というふうに訳されていますまあ便宜上この「良い」という言葉で、えー、表してもいい良い振る舞い良い良心良い管理者または立派な振る舞い 立立派な良心立派なな管理者、または正しい振る舞い正しい良心正しい管理者まあどういうふうにでもまとめることができますがこの「カロス」および「アガソス」という言葉が二つの言葉が三つの使い分けになっておりますけれども、まあ、それはこれからの私たちの恵みをどのように実践していくか 私たちの現在の在り方をこの3つの言葉で表しております、まあ、そういうことで、えー、次の時間この「神の誠の恵み」の実践ということでクリスチャンが何を具体的に行動に移していくのかということを学ばせていただきます。えー、それでは今日、えー、11時55分 でですねはい、ハレルヤあなたの皆を賛美いたします私たちはまずペテロを通して神のまことの恵みの確信ということで私たちはどのように神様のあがないのイエス様を通していただいたかという恵みを確信いたしました確信しましたからそれにふさわしい清めに私たちが徹底するようにとそしてそのような清めの生活は 常に神様を恐れかしこんで目の前にイエス様を置いて生活するということそしてお互いに熱く愛し合うということを教えられてまいりました私たちは神の憐れみを受けられないものでしたが憐れみを受けました神の民でないものでしたが神の民となりましたいよいよ私たちはそれを証しする実際的なこの具体的な生活の中で あなたご自身を証しするものとなりますように我らが行動力でイエス様を証しするものとなるようになお導いてください次の時間待ち望んでイエス様の皆によってお祈りいたしますアメンはいありがとうございました